7月1日から白岡市内で新たな路線バスが運行を開始します。運行開始に伴い、6月19日に白岡駅でバスの出発式が行われました。新たに運行が始まる丸健翼交通株式会社のけんちゃんバスでは、東進団地から白岡中央総合病院、蓮田駅西口から白岡中央総合病院の2路線を運行します。このバス、東進団地の住民としては、30年ぶりの夢がやっと叶ったということになります。これからがやっぱり大事なので、みんなで協力してですね、やっぱり地元を絶やすことなく、先ほども言いましたが、子どもたち、孫たちのために、こういう事業をですね、絶対長く継続していこうと思います。詳細は丸健翼交通株式会社のホームページをご覧ください。